はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。チャンネル登録者26名の方、本当に皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、お前が言うなっていう話なんですけど、貯金をするべき理由3選、貯金をするべき理由3選、このテーマでお話を進めていきたいと、思います。まあ、本当に僕が言うなよっていう話なんですけど、皆さん貯金ってどうですかね、されてますかね。なんていうかですね、貯金っていろいろこうなんかこう理由ってあると思うんですけど、例えば将来の夢のためであったり、こう何かあった時のためであったり、まあ老後ですね、老後の貯金であったり、まあいろいろとあると思うんですけど、あくまで、まあ、僕の個人的な意見というか、まあ、この動画を見てらっしゃる方っていうのは何かこう今こう大きい目標とか夢にこうもしかしたら挑戦してる方かもしれないので、そういった方向けの意見にはなるかもしれないんですけど、例えば老後ってまあざっくりと60歳からまあ平均寿命でまあ90歳ぐらいですかね、この30年間と、例えば僕の場合今、28歳、からじゃあ30年、58歳、28歳から58歳までの30年間と60歳から90歳までのこの30年間って僕はどっちが価値があるかと思った時に、やっぱりこっちなんですよね。28歳から、58歳のこの、30年間、なぜかっていうと、本当に今ってやっぱりこうモチベーションがこうハリウッドさんになるんだーっていうモチベーションがあるっていうので、やっぱ健康っていうのと、やっぱりこうなんかもう本当にもう健康でもう動けると、もう走れると、やっぱこれだからこそ今挑戦できることって僕はあると思ってて、で、まあ、そういった、まあ、観点に触れてお話し進めていきたいと思うんですけど、まず今日のテーマが貯金をするべき理由3選ですね。まず1つ目っていうのが、今しかできないことがあるから。で、2つ目お金で解決できることがあるから。3つ目将来の夢のためですね。この3つのコンテンツでいきたいと思います。まず1つ目今しかできないことがあるから。これはもうそうなんですけど、本当にまあ、20代にしろ30代にしろ40代にしろ、やっぱ今こう本当によっしゃ夢行くぞ、夢叶えるぞって思ってるからこそできることって僕はあると思ってて、例えば留学とか、まあ、ワーキングホリデーとか、まあ、海外に行きたいとかっていう人がもしかしたらいるかもしれないです。おっしゃ行こうと。ただお金がない、行けないってめちゃくちゃもったいないと思うんですよ。その今やりたいっていうその直感って僕はめちゃくちゃ貴重だと思ってて、なんていうか、僕って本当に悪い例で、僕もですねいろいろ挑戦したことあるんですけど、やっぱできないことってあるんですよ。そのお金がないっていう理由でですね、僕の場合むしろ借金があるんで、本当にこれマジでブレーキなんですよね。ただ本当に僕のこの悪い例を参考にしていただけたらと思うんですけど、やっぱりこうお金がある程度あれば挑戦できる幅、選択肢って明らかに変わってくるので、今本当に健康でやる気でこうモチベーションがぐわー上がってパッションがあるからこそ、やっぱ今できることっていうのに僕は挑戦できると思います、貯金があればですね。で、2つ目っていうのがお金で解決できることがあるから。まあこれもそうなんですけど、例えばもう今本当にストイックに毎日こうやられてる方っていっぱいいるかもしれないです、夢に向かってですね。ただなかなか結果が出ないとやっぱりこう、まあ、孤独というか、まあイライラというか、こううわーやってらんなーみたいなこうなる時ってあると思うんですよ。そんな時にやっぱちょっとしたこう自分の中でもリフレッシュというか、例えばまあちっちゃい話なんですけど、焼肉に行ったりとかですね、まあ3、4千で美味しいものを食べて、よし明日頑張ろうとか、例えばこうちょっとフラットですね、1週間ぐらい海外旅行に行ったりとかっていうのも、やっぱ貯金があるからこそやっぱできて、やっぱそれによってこうお金でこう自分のこのストレスを解決できるというか、そういったものもあると思うんですよね。で、これも本当に僕の悪い例で参考にしていただけたらと思うんですけど、僕は本当に2年前本当に一番生きててプライドがめちゃくちゃ高くてですね、なんか本当に中身ペラペラなのにこうスーツとかだけめっちゃかっこつけて、俺なんか外資系金融マンかっこよくねモテるっしょーみたいな時代があったんですよね。でそんな時に僕がこうなんかこうまあ、イライラとかそういったストレスが溜まった時にどういうお金の使い方をしたのかっていうと、いわゆるこう生産性のないことをですね、例えばこう、まあ、運族であったり、まあ、僕は福岡の、中洲の近くに住んでたっていうのもあったんで、こう運族とか運パブとか、まあ、合コンとか相席屋とかにですね、こうバーお金をやっぱりこう使ってしまって、まあ、いわゆる一時的なこう快楽に僕はお金を使ってしまってめちゃくちゃ後悔します。で、結局そういったものが積み重なって僕は今借金を抱えているんですよね。約40万円ぐらい。もうこれって本当もったいないんで、そういったものに使うのじゃなくて、やっぱりこうプラスになるような何かに僕は使っていくべきなんじゃないかなと思います。もちろんそれって気持ちの問題でもあると思うんですけど、
あの僕はそれで失敗したんで、ぜひ参考にされてください。で3つ目っていうのが将来の夢のためですね。やっぱりこうこれからコツコツやってって、もしかしたら何かこううわこれやりてーみたいな、うわこんなビッグチャンスが来たんだけどみたいな時に、お金があるとないとではやっぱりさっきも言ったように、やっぱ選択肢って全然変わってくると思うんですよ。でこれも本当に僕の悪い例を参考にしていただけたらと思うんですけど、もしですね、もし例えば2年後ですね、ハリウッド映画のオファーが来たと、よっしゃハリウッドに明日来てくれとなった時に、僕今貯金が一切ないんですよね。あとあのむしろ借金もあると。まあ、そうなった時ってもう本当になんかもう何かもう髪の毛抜いてでもお金かき集めると思うんですけど、いや髪の毛ないやんって話なんですけど、まあそのなんていうか将来で何かこうチャンスが来た時に、これ僕前の動画でも上げてるんですけど、なんかこうチャンスをつかむ人の条件って4つあると思ってて、まず1つがお金の自由がある人、2つ目が時間の余裕がある人、3つ目はそういったご縁をあの巻き起こせる人、4つ目っていうのは健康ですね。でその2つ目のやっぱりお金の余裕がないと、そういったチャンスでつかめない時って必ずあると思います。もちろんその挑戦してやりたいことの内容にもよると思うんですけど、やっぱりお金があればやっぱ資本主義で生きていく中でやっぱりこう、まあ、海外とかってなるとやっぱ移動飛行機で行かないといけないんで、やっぱそういったもう本当にまあもう何百万もいるってことはないと思うんですけど、ある程度の貯金をやっぱりこう懐に置いておいた方が、あの僕は今後ですね必ず何かの役に立つと思っています。将来の保険っていうより将来の挑戦のためですね。僕本当に今本当にいい例なんですよね。こうすごい好奇心があって、あの行きたい国とかやりたいこととかいっぱいあるんですけど、こうやっぱできないことってお金の制限でできないことたくさんあるんですよね。なんで僕はやっぱり何か挑戦して何かこう目標を持って同じ立場でこうやっている方向けだからこそ、こうある程度の自分でこう逆算して、例えばこういった時がもしこういったことをするんだったらこれぐらいお金いるなっていうのを考えてやっぱり貯金するべきだと僕は思いました。でまとめますと、貯金をするべき理由3つですね、まず1つ目っていうのが今しかできないことがあるから、2つ目、お金で解決できることがあるから、で3つ目というか将来の夢のためですね。やっぱりこう僕なんてハリウッドスターになるぞ言うてるんですけど、そんなんでも正直めちゃくちゃ可能性小さい話なんですよ。ただこの可能性の小さいチャンスがもし来た時にそれをこう掴める人って、やっぱりさっき言った4つの条件、お金の自由、時間の自由、お金の余裕ですね、時間の余裕、健康、そしてこのご縁ですね。やっぱこの4つを常に揃えている方が僕はチャンス掴めると思ってるんで、あのぜひですね皆さんもこう僕が言うなって話なんですけど、やっぱ参考にしていただけたらなと、思いました。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さんごきげんよう。